はい、えー、今回もなかなか香ばしいニュースが入ってきました。菅総理はね、えー、何度も何度もこういうふうに言われてます。給付金を再び支給する考えはありません。要するに国民がどんなに困ろうと知ったこっちゃないと。金はあげないよと。税金分取るだけだよと。もしどうしてもお金が欲しいんだったら、金を借りてくれと。 うん。で、借りてくれたら、いつか返してください、ということでございます。まあね、どこまで国民をないがしろにすれば気が済むんでしょうか。じゃあ、この方はどうかなと思うわけなんですけども、どうでしょうか。はい。厚生に借金増やすのか、とか言って、結局もうビタ一も払わないぞというね、そういう姿勢が満載でございます。まあ、そういうふうな麻生財務大臣なんですけども、でもね、気前のいいところあるんですよ。これご覧ください。 バーンとね、内閣新庁舎者に <laughs> 473億はポンポポンと出すわけなんですよね。いやー、このね、リモートリモートって言っといて、結局、都心の一等地に自分たちだけはより集まる場所を作っちゃうということですよね。世の中暗いニュースしかないのかなと思ったら、こんな人もいるんですよ。見てください。例の、ゾゾタウンの前澤社長なんですけども、なんとですね、全国の150の自治体に500万円ずつ寄付ということらしいですよ。大盤振る舞いですね。 これね、民間人が税金を払った後の合法的な自分の貯金の中からこうやってね、気前よく配ってくださると。まあでもね、税金で暮らしていらっしゃる方は美大一問払わないと。一体この国はね、誰が動かしてるんですかね。一生懸命働いて納税して、爪に火を灯す勢いで自分の知恵と全知全能をかけた人があ、自分のね、お金を未然に起きって多くの方にまた再配分していると。 税金ってのは確か、うん、なんかこの、お金のね、再配分の仕組みだなと思ったんですけども、全くそれがされてないんで、まあ、なんですか、納税者が納税後のお金で再配分するということでね、うん、やっぱりこう、国民の善意によってこの国は動いてます。で、国の権利を持ってる人は善意のかけらもないという、そんなね、え、物語でございました。えー、ZOZO の社長、すごいですね。何の目論みもなく、前澤社長は、とにかく困ってる人のために、 えー、寄付をするということで、本当にこういうふうな年の取り方をしたいなと思うばかりでございます。